にゃーおおおーあ、始まってた。始まってます。こんばんは。今日は聞こえてますか？テステステス。聞こえてますか？テス、あ、あ、あ。あー、テステス。あ、聞こえてます。よかった。横浜からこんばんは。京都からこんばんは。え？京都、よく見ていらしてくださってる、ね、ああ、ライブに来てくれる人ですね、いつもね、多分ね。はい。ありがとうございます。他にはいませんか？今日は、黒石さんはどう？黒石さんじゃない。大丈夫かな？大阪の方、ああ、うん、間に合いましたか？はいはい。今日何日ですか？ 3 月の23日。もうね、あ、もう、引きこもってますよ。私はもう、もう嫌だっていうぐらいもう、今ね、制作物やってます。インフルエンザから復帰しました。あ、なんかね、流行ってるんでしたっけ？それは良かったですね。ようやく息が溶けてきました。ほんと。そっか。ね、やっぱ北の方はね。東京は今日なんか、とっても、日差しがいい、天気いい感じだと思うんですけど、俺、最近外出てないんです。もうずっとこもって仕事していて、もう体カチンコチンになってて、もうね、いや、こんな生活って感じなんです。今日も体カチンコチンです。もう、もうね、座り仕事なので、あ、間に合いましたか？ずっとデスクワークしてるんじゃないですか。もうね、疲れちゃいました。で、今日は何やろうかなって、また今日バタバタなんですね、実はね。もうほんとバタバタです。すいませんね。で、今日は、また、今日、私も昨日行きは、俺もずっと引っこもってるからね、たまに自転車でちょっと駅まで遠出すると、すごい新鮮な感じになるんです。一週間ぐらいこもってるとね、お、こんなに世の中は気持ちよかったか、みたいな。博多からこんばんは。世の中気持ちよかったかって思うぐらいな感じです。特にもう春になってきたし、今ね、桜が梅がっていう感じじゃないですか。本当にこもってる場合じゃないんだよ、本当に。俺も早く外で遊びたいんですけど、会社命令で引っ込むんじゃないですか。それインフルエンザですか？ねえ、感染しないように。もう本当にもうね、外出たい。桜。ねえ、花見もしたいし、お好み焼きも作ってないの作りたいですね。もう早く。っていうか、まだやれども終わらない。ね、本当にもう、あと、アルバムの方も作んなきゃいけないし、大変なんですけども、一曲目決めてあるようで決めてない。何しましょうか？ちょっといきなりですけど、今日は。リクエストありますか？リクエストあったら言ってみてください。よろしくお願いします。でね、こんばんは。ワンウェイドライブ。懐かしい。それいいかもしんないね。スマホで見てんですか？ワンウェイドライブ。一発目。いただきましたって感じになるから、ワンウェイ、君よ綺麗なら、ああね、ワンウェイドライブって珍しいですね。ワンウェイドライブあった、コード付きコード付き。じゃあもうそういう感じで、もう春も近いぞみたいな感じですね。うちの母校は桜で有名な公園の裏です。ちょっと待って、うちの母校は桜で有名な公園の裏。桜で有名な公園っていうと、桜で有名な公園って言うと、造幣局の公園ですか？造幣局って言うんじゃないか？の、違うか。え？道？ホリデー。ありがとうございます。いろいろね、言ってらって。ワンウェイドライブ目についちゃったもんだから。今日ギターの弦変えました。さっき。まあ、心の仕事はいいんですけど、ちょっと硬いよね、今日ね。イコライズ入れると、東北？
ちょっとローが出すぎ、ちょっとでもイコライザーなしの方がいい、この方がすっきりしてる。どんな曲だっけ。こんな曲。柔らかな夕暮れの風に髪をなびかせ、サイドシートで君はぼんやりと流れる景色を見つめてる。瞳の奥に密かに思い出刻むみたいに、僕の君の胸で膨らんでゆく別れの音に気づいた。バックミラー消えてゆく車のように君の心もいつか見えなくなるのか。アクセルを少しだけ緩めたけど、君の街遠くに見えてきた。来週の約束を聞けばうつろな返事、君のために選んだカセットが儚いプレイを繰り返す。気まずさだけが二人を切なくつなぎためてる。無理にはしゃぐ君の声だけがさよならのように聞こえた。ワンウェイドライビング、もう二度と戻れない夜になることを君が一番知ってたね。ワンウェイドライビング、夕闇に灯る星を別々の思い出数えてる。ルームミラー覗き込む君の目が少し潤んで、そして悲しく笑った。一筋の矢のように二人の思い出が心を駆け抜けた。懐かしいね。これは1987年デビューアルバムに入ってたBelieveに入ってた曲でございます。はい、じゃあ田村高校って何、そういう桜で有名な公園の裏にある高校ですか、田村高校ですか。はい、あとね、弘前公園の裏の元女子校、弘前公園、弘前と言いますと青森の、もうあの、あ、青森、青森県庁がある時でしたっけ、はい、青森は青森市でしたっけ、違いますよね、青森市ですよね。弘前は、あそこのくぼんだところの、よくわかんない。あの辺りですか、弘前っていうのは有名ですもんね。はい、というわけで、じゃあ次の曲。
今日は全然期待しないでくださいね。あの全然準備できてない。寄席公演の、マイディアは自転車に乗って終わりのない歌も来た。ああそうですか。で今日は、函館行きます。函館関係ないのか。さっき YouTube 見てたら函館の映像があったんですよ。あの函館の坂道の映像がありましてですね、僕は坂道好きなんですけど、今ここの家の建ってる、家のそばに、まあ割と幹線道路があるんです。そこね坂道になってるんです。わーっと坂道になってて、で坂道の左側ドワーッとうっそうとした、珍しい森なんです。その坂道が気に入っててこの辺で、あのお家はないかなって探して、まあなかなかいいとこ、これが春になるといいですけど、さてその坂道ですけどね、うん、あの白いページの中にっていう、俺もこれ歌ったことなかった。でさっきコード取ったんですけど時間なくて女性のコードのまま、あ、女性のキーのまま歌う場面になるかもしれないっていうか、高いのでちょっとファラセット使わないとちょっとね、ウィーンぐらいまでいってるので、これ地声出るけど、この歌を地声で出したらヘビメタみたいになって、変な歌になるんで、あのファラセットでちょっとごまかしてじゃない、はい。でも本当なんちゃってなんですよ。あの長い長いとか覚えてんだけど、後のメロディーってさ初めて知ったみたいな感じ。なので作りながらねやってみたいと思います。柴田真由美さんの曲でございました。これは1973、74年の曲じゃないですかね。ね。まあなんちゃってで、やりたいと思います。まあ、皆さんサビのところはよく知ってると思います。長い長い坂道をっていうところですね。ここは皆さん、あ、懐かしいなと思って歌ってくださいね。懐かしくない人も生まれる前。ありがとうございます。じゃあやってみましょう。いつの間にか私は愛の行方さえも見失っていたことに気づきもしないで、振り向けば安らぎがあって、見守る瞳があったことを、さよならの時の中でやっと気づくなんて、長い長い坂道を今登ってゆく、好きだった海のささやきが今は心に染みる、蘇る僕の安らぎも白いページの中に、優しいはずの声が悲しい
板を引いて許し合えた短さを遠くで響かせる色褪せてゆくものに優しさを返してみても過ぎ去った日々の前ではもう冷めた振る舞いね長い長い坂道を今今は心に染みる蘇る僕の安らぎも白いページの中に好きだった今は心に染みる蘇る僕の安らぎも白いページの中にはい、懐かしかったですか？行間を見失ってしまいました。今どこに行ってるっていうね。A メロ、A ダッシュが見えなくなってしまいまして、どこだって感じでポーズしてしまいましたけどね。どうもすいませんでした。固まってしまいましたか、皆さん。大丈夫ですか？今日はこんな感じで、もう本当に、あれです。完成度に低い感じで生まれる前だけど懐かしかった。すごいですね、超能力者です ね、じゃあこの曲を、今日は時間進むの早いですね、なんかあんま喋ってないからね、アルバムに入れようと思ってる曲です。でこれね、実はピアノで弾いてるんです。あ、ルージュ来た、そうそう、来週ぐらい頑張ってみましょうかね。ピアノで僕が弾いてて、それがね、これがいつぐらいだから、90年ぐらい、クラスやる前かな。ピアノわーっと弾きながら歌ってる曲があって、今日はピアノでギターでやりますけど、風の中でっていうね曲で、これも池永浩輝大先生の、詩なんです。もしもピアノが弾けたらな、どうしたいですか。中華、俺はね、ピアノ最近ジャクソン・ブラウンに凝ってましてジャクソン・ブラウン、見てるとピアノね、そんなにものすごい上手ではないんですけども、あの雰囲気のある、なんていうのかな、アメリカンな感じのピアノ弾きますけど、いいですよ。見てると、そこに、僕のところにもヤマハの CP60 っていう昔の、アップライト型のエレクトリックのピアノがあって、もうそれでちょっと何かあったらそれで曲書いたりもするんですけど、ピアノ、まあ将来的な話ですけどね、将来的な話ですけど、まあ
猫踏んじゃった、すごいじゃないですか。僕なんかそんなの弾けないですもん。あの普通にコードをね、 C G とかコード弾きです。ちょっと振り入れたりするぐらいですけども、ピアノの雰囲気ってやっぱり独特なもんがあるよね。このニコ生でも何回かやったことありますけど、将来的にはピアノも一緒にね、あのてかキーボード的なピアノを持ってそれをこう弾きながらね、ピアノでちょっと今日ピアノで弾いてる今日コーナーとかなんかそうやると、ちょっと将来的にはね、あの小回りも効くかなと、ミュージシャンの皆さんだんだん忙しくなってきまして、若いしげちゃんなんかもね忙しいからツアー全部回れないみたいな、部分的に回りますみたいな、ね、親父のピアノねというわけでいつもはピアノで弾いてた曲ですけども、ギターでやってみたらこれはまた良かった。こういう感じのイントロなんですね。ちょっと肺がカリカリしない、あ、いくらで入れなかった、入れようかな、やっぱりねちょっとローが出ますね、出すぎですねちょっと出た方がいいかとりあえず風の中でっていうのを叫んでみようかなと思いますけど、これがまあピアノがメインになってストリングスでギターも入ってきてみたいな感じのアレンジになるのかなと思いますけど、まあ多分皆さん聞いたことないですから、本邦初公開になります。人前で歌うの初めてなんです。風の中でね、初めてなんで恥ずかしいんですなんて言っていたりして、はいじゃあやってみます。コードがピアノじゃ、ここでここでこうなって、次こうなった後なんだっけ、あそうか、あそうかそうそう、まだね完全に把握してない。じゃあいきます、風の中で。変わらない君を見かけた黄昏のブルーバー、揺れる人波の中、立ち止まり振り向いたまま、気づかない君を見つめてた。傷つけ合った胸の痛みが懐かしい風によみがえる。あの人同じ角のドーナツショップ夜明けを待ちわびた二人コーヒーだけで、意味もなくふざけてみせた苛立ちと不安隠してね、夢見ることも愛することも
も二人して急ぎ過ぎたのさ。ざわめく街で夢これ自分でもあんまり歌ったことないんですよね。だからすごい新鮮で、どんどん歌い方変わっていってて、もう結構いいんではないかという感じがしてですね、ヘルプヨーダディ改めて風の中でがメイン曲になりそうな気もしないでもないんですけども、ヘルプヘルプヘルプヨーダディ、あれ今度似てるな。いろんなことに気がつくわけですね、進んでいくと。風ですか、はいはい、まだでも行くのがいいのか、このダイナミックな感じ。昔ですね、セラマサンノリとツイストっていうバンドがあんたのバラードってありましたけど、こういうね、ダイナミック、こういうのありますね、いいですよね、なんか懐かしい。あんたのバラですね、懐かしいですね。というわけで、あと19秒になってしまいました。今日はあっという間にタラタラと終わってしまいましたが、もう一つ、はい、そういうリクエストちょこちょことやって書いておいてもらうと見てますからね。来週は30日ですね。はい、3月3日。